東映京都撮影所にある、お知らせの瀬戸演算山の金さんは、江戸町奉行、東山金四郎影本を主人公にした時代劇。講談、歌舞伎で基本的な物語のパターンが完成し、神で達郎の時代小説、演山の金さんシリーズなどで普及した。水戸公門、暴れん坊将軍と同様、気のいい町人が最後に、実は、 権力者の正体を明かして悪を制し、視聴者はカタルシスを得る。事件が起き、北町奉行の遠山影本が遊び人の金さんとして自ら潜入捜査を行い、事件の真相と黒幕を突き止める。その後、被害者や共犯者など関係者が全員揃った場所に乗り込み、突き止めた悪事の数々を言い立てる。しかし役人たちは金さんを ただの遊び人と見下し、悪事をすべて認めた上で、被害者と共に抹殺しようとする。ここで、金さんは、この金さんの桜吹雪、見事散らせるもんなら散らしてみろい。などと短歌を切って、片肌を脱ぎ、桜の掘り物を見せつける。この後、金さんと悪人たちが入り乱れて、チャンバラとなり、悪人たち全員が、金さん一人に気絶させられる。橋幸夫は、 花札を投げることもある。すべての悪人を気絶させた後、同心たちが悪人を捕獲するためその場に駆けつけるが、同心が、ご用だ。ご用だ。北町奉行所のものだ。あるいは、北町奉行所だ。神妙にせい。という。金さんは、桜の掘り物を隠し、彼らに姿を見られないよう到着前に立ち去る。後日、捕獲された悪人たちが、 おしらすに引き出され、銀味にかけられる。おしらすには、姿勢一貫と書かれた額が掲げられており、演算奉行が、北町奉行、遠山西門の城様、御出座、の声と太鼓と共に登場する。演算が、これよりについて、銀味を致す、一同の物面を挙げい、いさて、とあることすでに銀味の結果明白であるが作用、そういないかと悪人に罪状を問いただす。 悪人は、さて何のことやら、滅相もございません。何かのお間違いでございましょう。悪巧みは全く身に、覚えがございませぬ。名奉行と呼ばれる遠山様とも思えませぬな。お奉行様、全くの濡れ衣でございますると言って、犯行を否認するが、被害者は、証人として、遊び人の金さんを呼ぶよう訴える。しかし、悪人は、金さんの存在を否定し、円山に罵声を浴びせる。 悪人や鳥巻たちの罵声が最高潮に達したとき、山が、やかまし合い。悪党ども。おうおうお、お、黙って聞いてりゃ、寝ぼけたことを抜かしやがって。などと、今までの金言な口調とはがらりと変わった、江戸言葉で一括する。炎山が、あの晩、見事に咲いた、金山のおめつけ桜よ桜を、まさか、おのれら、見忘れたとは、言わせねえぞ。または、 この桜吹雪に見覚えがねえとは言わせねえぜ。と言いながら肩肌脱ぐと、そこには金山と同じ桜の彫り物。一同、すべてを金山こと縁山に見られていたことを知って驚愕する。さらに、縁山は、おのれら。それでもまだ白を拾ってんのか。と付け加える。この時多くの悪人は、お、恐れ入り立て祭りました。申し訳ございません。く、くそ。 などと観念する。被害者は、ああ、金さん。金さんが、お奉行様えなどと驚きを交えつつ言う。悪人が観念したところで、遠山が姿を戻し、判決を言い渡す。主犯には大抵、打ち首獄門、または、貼り付け獄門。共犯は、修正遠等。交換には、ご抗議より、追って、極刑の沙汰があろうという。 その後、ヒッタてい、となる。悪人の手下はこの時もジタバタしていることが多い。また、捨てゼリフを吐くこともある。悪人が連れ出された後は、さて、となり、被害者が、お奉行様とも知らず、ご無礼を、まさか、金さんがお奉行様だったなんて、お奉行様が、私たちを助けてくれるなんて、滅相もありませんなどと言い、平心低投する。場合によって、 被害者が軽微な犯罪を犯している場合、対外、江戸十里司法と払い、寄せ場送り、遠藤などの温情判決を下す。稀に被害者が、自ら、もっと厳しい罰を、や、どうか、死罪や獄問にしてくださいと申し出るが、演山が、余ったれるんじゃねえ。おめえは、死んじゃいけねえ。嫌なことは忘れて、これからは生きる道を選ぶんだぞ、などと説得する時がある。 一方、よくある数字として、本来は、全人の若い町人が出来心で悪事に加担するが、婚約者に懇願されるなどして改心し、北町奉行所による悪党一味の成敗に協力する。演山は、お前のおかげで、事件は解決した。ただし、加担したことは裁かれなきゃならねえなどと言い、不届き千万円につき資材を申し渡す。 ここで意味慎重に一、二秒間を置いてから、が、と言葉を継いだところで、若い町人が、いぶかしげに頭を上げると慈愛に満ちた顔つきの金、四郎が、上々酌量すべき理由を挙げ、はるかに軽い刑罰である、江戸所払いを申し渡し、町人は深々と頭を下げる。最後に、小声で、金さんに戻り、と達者で暮らすんだぜ、を大事にしなよ、良いになりな。 と幸せにな、早くいい人を探すんだぜ、などと温かい言葉を語り、俺が、金さんってことは内緒にしておいてくれよ、などと付け足すこともあるが、必ず、これにて一件落着でお開きになる。後日、自宅で嫁と談笑したり、金さんとして、おかっぴきや行きつけの店の町人などと軽口を叩いたり、被害者のその後が語られたりして番組は終わる。金四郎が、 江戸所払いを命じていた場合には旅姿をした若い町人の男女が移り、上方に行って出直しやすと言って金四郎に頭を下げる。前途のある町人が江戸所払いになって情報以外の土地に向かうことはない。テレビ東京では中村梅之助の主演のテレビドラマ、そばや梅吉取物町を制作している。 これは、町奉行の遠山影本に代わり、背中に彫り物を入れた瓜り二つの蕎麦屋が事件を探るというもので奉行と金山を分離して、それを一人に役で演じるというバリエーションもの。また日本テレビ系で放送された、中村梅之助主演のテレビドラマ、伝地取物町でも紫棒の十手を持つ、黒門町の伝地が、雇い主であるそっくりの顔の奉行。 遠山西門の城から指示を受ける場面が何度か登場している。これも放送局の違いはあるものの、梅之助が主役を演じた炎山の金さんがベースになっている。また、悪を裁く立場の者が二つの顔を持つというパターンの類型として、さらに極端なバリエーションとしては、よろずや金之助主演のテレビドラマ、長崎繁華ンカチョが存在する。 本質的には、必殺シリーズなどと同じいわゆる、裏加行ものに分類される作品であるが、主人公、平松中四郎は、表の顔は、長崎奉行でありながらも、その裏で、表の奉行の顔では裁けぬ悪を許さず一と両断してゆく闇奉行という二つの顔を持っている。なお、西郷照彦、里見光太郎主演の、江戸を切るシリーズの東山は、 丸に六本合子、NHK、BS プレミアム、電子チ取物帳町に登場する東山は、丸に二つ引きの家門で登場。実際には、極門は残首した首を晒すものであり、すでに卓形に処された意外から首を切り改めて、極門として晒すことはありえず、史実からして誤りである。実際には、町奉行は、 死罪や円筒といった重罰を先見で判決を下すことはなく、あくまでもフィクションである。長武行の記事も参照。なお、1979年にテレビ朝日系で放映された、梅之助主演の、電子千取物帳では、遠山西門の城は一切登場しない。ありがとうございます。